どうぞ。やめてほしいです。そんな海汚さないでほしいです。はい。お魚大好きです。釣りもできなくなるし。お願いします。アルプス不完全処理水の福島の海からの世界につながるような放出はしないでください。福島は被害者でした。決して加害者になるようなことのないように世界の人たちが見ています。そしてどこかの国で流しているとかといったことは全く参考になりません。それは福島の抱えるこれからもどんどん出てくる処理水の状況にとは全く違う状況です。科学をそういった論理のすり替えに使わないでください。福島県知事、福島市長、よろしくお願いします。海、山、川、大地、空、すべての自然は人間が誕生する前からそこにあり、豊かな自然をもたらしてくれています。そこへ人間のエゴで勝手に手を加えたり汚したりするのはやめよう。100年先、1000年先まで豊かで綺麗な自然を子どもたちに残そう。汚染水の海洋放出に反対します。内堀知事、私たちは福島が大好きです。綺麗な海をよろしくね。内堀知事、内堀知事、聞いてください。海を守りたい、私たちの願いをどうか叶えてください。汚染水を海に流さないようにどうか内堀知事の力を発揮してください。お願いします。そうです、内堀知事が決めることで100年先、この先の未来を守ることができます。よろしくお願いします。考えらもんです。だから絶対流してダメです。はい、あのモルタルにして保管するっていうリスクが一番少ない方法があるのにかかわらず、それをやらないのは全く許されないです。はい、内堀知事、綺麗な海を受け継いでいけるようによろしくね。はい、福島の海の幸、山の幸、豊かな恵みをありがとう。原発賠償関西訴訟は福島原発汚染水の海洋放出に反対します。反対します。방사능오염수해양배출결정철회하라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 放射能汚染水の海洋放出を、せーの、やめろ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 。お魚さんが大好き、海がとってもとっても